みんながボッチザロックでギターに目覚めてだいたい3ヶ月ってとこかな。なんか噂によるとネットショップでレスポールカスタムモデルとかパシフィカのギターが大量に売られてるらしいけど、いやちょっと待って、わかる、いやわかる、あのギターと孤独、いやあれむず、でもこんなん弾けなくて当たり前やから。他にもアニソンっていっぱいあるから、例えばちょっと前のゴーゴーマニアックとかどうやろ。いやこれもちょっと難しいよな。じゃあもうちょっと前に戻ってゴッドノーズとか。いやちょっと待って、これ全部弾けたらモテるぞ。